アーティスト松中糸井さん神ライドラに広角プルヒ関係ないんよ。もうライドラっていう時点でもう株が上がるんよ。1個も2個もアーチストがおらん人、もうラインドライブしこたま入れとったら安牌。ほら見て、ライドラプルヒ関係ないんよ。ちょっと今日ね、使いたい選手がおるんよね。その人使いて。今日は糸井嘉男を使います。沼った時の対処法、沼り抜けるまでやる。だって現実世界でも沼にはまったまんまねえ、何もせんとことないやろ。沼にはまったら抜け出さないか。そのやり方は人それぞれよ。オーダー変えたり打順変えたりしこたまやるか。俺だから沼って寝るってのができんのよね。寝れん、寝つけん、そんな状態じゃ。あ、えぐい。打撃は結局タイミングですか。違う、感度。打撃は感度。まあでも感度覚えとったらタイミングやな。感度、タイミング、回転、フェード、うん、違うわ。感度、回転、変化量、タイミング、フェード。そう、感度合わせて回転見てそっからタイミング。あとその他の選手の変化量。でも変化量って正直覚える必要ない。ずっと対戦しよったら覚える。正直ずっと対戦しよったら覚える。だけん俺初見のピッチャーきついっちゃん。知らんけん。俺ね、バッティングの時ね、 D がこんぐらい動く、 B がこんぐらい動くじゃないんよ。その選手の変化量がこんだけ動くっていう覚え方なんよ。だけん初見の D なんか打てんのよね。はい、刺す。阿部ちゃん舐めたね。阿部ちゃんは走られます。そうだけん、ね、そうでもね、俺の覚え方はね良くない、もう D はこんぐらい、 A はこんぐらいって覚えとった方がいい。俺もこのピッチャーのスライダーはこのぐらい動く、このピッチャーのフォークはこんぐらい落ちるやけん。だけん、ね、そのピッチャーじゃない同じ変化量でもわからなくなるよね一瞬で。あと初見がマジで無理だけん、ね、純正杯苦しむんよ。そのおのおのの純正のなんか埋もっとる強いピッチャーっておるじゃん。だけどそれこそオリックスの山崎幸也さんなんかリアタイで使われんけど純正で使った時めちゃめちゃ強いじゃん。あと東浜尚とかさ、ね、ああいうピッチャーに弱いまだね知っとる方がいいな。まあ、かといって千賀さんがじゃあ打てるかって言われたらそうじゃないけど。 P ちゃんバレンタインもらったことありますか。ありますよ、ありますよ、そりゃありますよ、そありますよ。何、学生のみんなはバレンタイン期待しとん。もらえるかもしれんって。まあ、彼女がおる人はもらえるかもしれんけど、彼女おらんでもうもらえることあんの今のご時世。なんか昔は学校で配りおる人とかおったけど、でも今の方が配んのかな、わかんねえや。小学校の頃女の子に手作りチョコもらったけど、家帰って母ちゃんからもらったダースの方が美味しかった。やっぱダースうめえって、やっぱ市販の方がうめえって。そりゃそうやろ、市販よりうまいことなくない絶対。でもね、味じゃないんよ、愛なんよ、愛なんよ。味じゃね、気持ちが大事よ。いや、えぐいって。プルヒ別に気になりませんか。ラインドライブは気にならん。でもアーチストパーヒーは気になる。
正直言うけど、アーチストとパワヒのプルヒッターは俺ちょっと無理やね。山川使おうとしたけど、やっぱそうですよね。いや別悪かないよ、うん、アーチストプルヒ悪かないけど、俺やったら使わんかな。あれも山川さんが悪いじゃなくて、もうあのコナミさん あのプルヒの仕様がよくね。いや6割戻った、やったぜ、6割戻った。いつぶりやか6割戻ったの。ほら見て、ライドラプルヒ関係ないよ。メルセデス何意識で打ってますか。あの回転をとりあえず見るってこと。他のピッチャーよりも回転に集中しとるよメルセデスは。あれも回転見らんと打てんもん絶対。わからんと、そうで、こういう初見のねフォーク B がマジわからん。俺が言いたいのはそういうこと。ほらもうプルヒ関係ないっしょ。だけどライドラってマジで左右されんのよねプルヒに。やっぱラインドライブっていう弾道の割がでかい。なんて言うとだけん、占有率っていうと、アーチストやったらアーチストと広角の占有率どっちが高いかっていう。これ下手し9あるんちゃう。9あってプルヒが1やったとしたら、それはねああいう打球いくよね。ライドラやっぱ強いね。やっぱシリツー田口引いて先発枠埋まってないので使おうと思ってるんですが、使用感分かりますか。いや俺使ったことないよ田口さん。でも弱くはないよ。いや普通に強いと思うけどな。まあ、スロースラがちょっと気になるぐらいか。あれが普通、スロースラじゃねえ、スロースクリューか。あれ普通のスクリューやったらねって感じはあるけど、でもあんま変わらん多分。年末で出たダルさん打てるしめっちゃ打たれません。いや俺は打たれんよ。で俺打てん打たれんし打てません。だけど結局もう自分が得意か得意じゃないかよ。てか人によって打たれるダルさんの時もあれば打たれんダルさんも多いよ。でも打たれん確率の方が高いダルさんは。配球って何か意識してることありますか。まあ、ランクの時の配球は打ち取り、なんかもうその俺が今まで経験したリアタイの打ち取れるゾーンにもうテンポよく投げる。それがランクの周回の効率がいい。考えとるの無理、ランクで考えるのは無理。ほんと球審とか球王相手にはちょっと考えるけど、言い方悪いけど人で変えとる俺。でもしょうがない、もう全員に本気の配球なんてもう無理やけん、もうそこはもう省エネの時もありますよ正直ね。そういう人に対してはもうその安牌なコースしか投げん。内角2、内角ストレート、内角スプリット、あと外角ツーシームとか、もうほんとここ投げるときは大丈夫やろのとこしか投げてない。でまあ打たれたら打たれたで別いいかな。多分ね俺のランクの仕方と多分みんなのランクの仕方って多分違うんよね。言っちゃあれやけど、なんか俺のランクってなんかほぼあれなんよ、その時間効率なんよね。まだけん、それと反対に1試合ちゃんと真剣にね、配球もちゃんとしてでしよる人もおると思う中にも。でもそういう人って多分数できんやろ。
1日に何試合か多分したらもうすぐ疲れると思う、そういう人って。俺ねそれは大会でするんよ。それは俺そのいいきっかけをくれた後押し。いやちょっと待って、試合にならん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 。試合にならん試合にならん。なんでスライダーがグン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 グってなると。今日バリラグ、やっぱもうアップデートしたげんやんね俺。速球系のピッチャーって基本ツーシームと速い、ツーシームとかの、うん、もうあの基本もう速球待ちよ。そっからの対応。あ、ジスト松中。糸井さん神。何が違うオリックスと。教えてくれや。皆のもの教えてくれ。皆のもの、何が違うんや。教えてくれ。ライドラは最強なんよ。ライドラに広角プル比関係ないんよ。もうライドラっていう時点で、もう、あの株が上がるんよ。1個も2個も。アーチストがおらん人、もうラインドライブしこたま入れとったら安牌。もう間違いない。アーチストがおらんけん弱いじゃない。ラインドライブで全然賄える。いつかライドラ純正作りてえな俺も。 OB と侍どっちがいい。まあ誰が欲しいかによるかな。だけどさ、その例えば OB 飛行か侍飛行か今迷っとる人は、 OB が登場してこの選手来たら絶対引くでいいと思う。で侍やったら侍で大谷君とダルさんが出るんやったら引くとかでいいと思う。どうせ侍の選手ゲットしたって多分大会では使えんやろうけんさ。うわ三塁打えぐ。よしよよしよ、まだ現役やれる。よしおさんいかん、あんまやれるとか言っちゃいかんね。本人がもう無理と思ったら無理やもんな。累計水上さん、まあ今後リアタイ多分強くなるっしょ。えぐ、オリと何が違うん、オリと何が違うんや、このオリ、あの阪神糸井は。まあ守備って言われたらもうそれ知らん。もう守備が全然違いますよって言われたらもうそれはもうあの論破できません。いやプルヒ、プルヒとラインドライブめちゃめちゃいいんよ。使用感最高マジで。